The nictitating membrane is a transparent or translucent third eyelid present in some animals that can be drawn sideways across the eye for protection and to moisten the eye while maintaining visibility. Nictitating membranes are found in birds, reptiles, amphibians, fish, and a few mammals. Then, when I say Monavana, a charcoal sketched by Leonardo da Vinci, has a nictitating membrane in his eyes, I, Hiroshi, claim his eyes, since I have found he is not a female but a male, he is not a human. Then, therefore, Mona Lisa, which was painted after Monavana, as is explained by scientists, is not a human because Mona Lisa also has nictitating membranes. Mona Lisa is not a human, and it's proof and evidence in this video.瞬膜というのは目の中にあって目を保護する薄い膜のことを言います。瞬間に動くから瞬膜と言います。その瞬膜は鳥、爬虫類、両生類、魚のほかある種の哺乳動物が持っています。人間にはありませんが、ダヴィンチによって描かれたと証明されたモナ・ヴァーナの目の中にはその瞬膜がありました。瞬膜です。つまりモナ・ヴァーナは少なくとも人間ではなかったということになります。そのモナ・ヴァーナを元にして描かれたと言われているモナ・リザは同時に人間ではなかったということになります。その証拠と証明。広し林浜松市ジャパン。画面を見ながらもう一度最初から説明します。モナリザです。そのモナリザの原画となったと最近言われているのがモナ・ヴァーナです。ダヴィンチの作とほぼ確定されています。で、そのモナ・ヴァーナの目に注意してください。拡大してみます。モナ・ヴァーナの目ですが、この目はどこか普通ではありません。注意深くご覧ください。目の中に注意してください。この目を拡大し、そして見てみるとですね、目の中に何やら人間にはないものがあるのがわかります。そうです、瞬膜です。目の中にあって目を保護する薄い膜を言います。その瞬膜がモナ・ヴァーナの目の中にもありました。眼球、瞳と区別してご覧になってください。この矢印で囲んだ部分です。目の中の目、膜ということになります。で、この瞬膜があるということは、少なくともモナ・ヴァーナは人間ではなかったということになります。下は鶏の瞬膜です。鶏もですね、外側から前の方に向かって瞬膜が瞬間に移動します。下は鶏の瞬膜、上はモナ・ヴァーナの瞬膜ということになります。つまりモナ・リザの原型となったモナ・ヴァーナの目の中には瞬膜があった、イコールモナ・ヴァーナイコール人間ではなかった、イコールモナ・リザも人間ではなかった
なかったということになります。他の絵と比較してみます。よく知られたレオナルド・ダ・ヴィンチの晩年の自画像と言われている絵です。このダ・ヴィンチの目の中にも瞬膜が描かれています。特に分かりやすいのは向かって右側、左目の瞬膜です。注意深くご覧ください。瞬膜が3分の1ほど後方から前に向かって覆っているのが分かります。上はトカゲの瞬膜です。下はダ・ヴィンチの瞬膜です。瞬膜を比較してみてください。そして境目に粒々のようなものも描かれています。そこまで正確に描かれているということですね。さらにダ・ヴィンチが描いたセント・ジェロームの目の中の瞬膜と比較してみます。ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェローム、このセント・ジェロームの目の中にも瞬膜が描かれています。下がトカゲの瞬膜です。この瞬膜と目の境目、粒々のある点に注意してください。つまり瞬間に動くから瞬膜と言いますが、このように正確に粒々まで描けるというのはもう絵の領域を超えている、つまり写真ということになります。でもう一度トカゲの目の中の瞬膜をご覧いただきます。境目に点々、つまり粒々があるのが分かります。この瞬膜が目を保護しているということになります。で結論ということになります。モナリザ、そしてモナヴァーナと呼ばれていた絵です。そのモナヴァーナがどうやらモナリザの原画となったらしいということまで分かってきました。もちろんレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家の作ということになっていますが、この絵を描かせた、あるいは描いたのは1500年後のイエス・キリストということになります。そしてそのモナヴァーナの目の中にはダ・ヴィンチ、そしてセント・ジェロームの絵の中に描かれているのと同じ瞬膜が描かれていました。まあ、これだけですと分かりにくいかもしれませんけども、ダ・ヴィンチの目の中の瞬膜、そしてセント・ジェロームの目の中の瞬膜と比較していただきますと、これが瞬膜であると判別あるいは判断できます。林浩司はそのように判断しました。下が鶏の瞬膜です。つまりモナ・ヴァーナは少なくとも人間ではなかった、イコールモナリザも少なくとも人間ではなかったというふうにしてつながっていきます。つまりこれが1500年後のイエスから現在の私たちに対してのメッセージということになります。1500年後のイエスはダ・ヴィンチなる画家を通して私たちにメッセージを残しました。いつか君たち人間はこの事実を暴くだろう。そしてその時君たち人間は私が何であったかを知るだろう、と同時に君たち人間が何であるかを知るだろうと。 Bye for now. I could step forward one by one in the labyrinth of mysteries, making a new discovery at each step. Today's discovery is this. Buddha had nictitating membranes in his eyes, along with Leonardo da Vinci. Here you see them in this video,
which indicates that both Buddha and Leonardo were modified hybrid human eyes. The nictitating membrane is a transparent or translucent third eyelid present in some animals that can be drawn across the eye for protection and to moisten it while maintaining vision. ブッダの目の中にも瞬膜がありました。ダヴィンチの自画像、さらにはダヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの目の中にある瞬膜と同じ瞬膜がブッダの目の中にもありました。瞬膜、つまり目の中にあって目を瞬間に守る働きのある膜のことを言います。爬虫類のほか、ある特殊な動物の中にある瞬膜です。瞬間に動くから瞬膜と言います。つまりブッダとルネサンスに現れた1500年後のキリストが瞬膜を通してつながったのです。まさに神と仏がこうしてつながったのです。まさに神と仏がこうしてつながったのです。神は仏は一体となって私たち人間社会を統制し指導してきたのです。それをこの動画の中で証拠を添えて証明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。東京国立博物館に展示してあります釈迦立像です。まさしくエイリアンの傑作ということになります。この目に注意してください。目に注意してください。目を注意深くご覧ください。人間にはあるはずもない奇妙な第三の目が表現されています。ここが瞳のようですね。そしてこのまぶたを見てください。人間のまぶたとは明らかに違います。眼球はこの向かって右側の白い線です。ブルーが瞳です。そして上下まぶたがそれを覆っています。アンドレア・デル・ベロッキョの描いたセント・ジェロームの絵と比較しています。左がベロッキョが描いたセント・ジェロームです。で、このセント・ジェロームについては何度も検証してきましたけども、まあ、エイリアンということになります。で、このセント・ジェロームの方にはですね、瞬膜は描かれていません。ダ・ヴィンチの描いたセント・ジェロームの方には瞬膜が描かれています。で、左の赤い点がこれが目尻、そして右の赤い点が目頭ということになります。で、この下のセント・ジェロームの、この部分ですね、まあ、これが何であるか、私には判断がつきかねています。下、まぶたなのか、あるいは別のものなのか、が、まあ、一見してどうも人間の目とは違うという雰囲気です。で、まあ上の方はですね、まあこれは私は瞬膜と判断しました。いかがでしょうか。まあこうした瞬膜がですね、釈迦立像の方にはしっかりと彫り込まれているということになります。瞬膜についてもう一度説明しておきます。これはワニの瞬膜です。向かって左側の方が鼻です。ワニの場合は頭の後方部から前方部に向かって瞬膜が移動します。瞬間に動くから瞬膜と言います。今、スローモーションでご覧いただいています。こうしてこの瞬膜が目を保護しています。人間にもその痕跡が残っていると言われていますけども、原則として人間には瞬膜はありません。で、これがレオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。このレオナルド・ダ・ヴィンチの目の中にも瞬膜があります。注意深くご覧ください。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には人間にはない瞬膜があるということになります。この今黄色い線で囲ったのが瞬膜です。目の中に目があります。注意深くご覧ください。つまり、このレオナルド・ダ・ヴィンチの絵もですね、
2D の写真技術を使って作られた、まあ、自画像ということになります。これは、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる、やはり、セント・ジェロームの目です。このセント・ジェロームの中には、目が、いわゆる瞬膜が正確に表現されています。瞬膜の境目に注意してください。細かいブツブツまで表現されています。今この部分ですね。瞬間に動くから瞬膜と言います。まあ、写真技術を使わなければ、このような、まあ、絵は描けなかったということになります。下は、爬虫類の瞬膜です。境目がつぶつぶになってますね。そして、レオナルド・ダ・ヴィンチの自画像の両方の目と比較してみてください。これ向かって、左側の、右側の左目ということになります。まあ、つまり、ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていたということになりますね。で、もう一度検証していますが、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には瞬膜が描かれていたということになります。注意深くご覧ください。500年間、誰も気がつきませんでした。この事実に500年間、誰も気がつきませんでした。ここに瞬膜が描かれています。で、この青いところが瞳であり、ブルーが眼球ということになります。ですから、この黄色い部分は、いわゆる瞳でもなければ眼球でもないということですね。向かって右側の左目はさらによくわかります。ここに瞬膜が表現されています。やはり、ワニと同じように後方部から前方部に向かって瞬膜が移動していたものと思われます。つまり、ダ・ヴィンチは少なくとも人間ではなかった。イコール、まあ、ハイブリッド型のヒューマノイドであったということになります。ダ・ヴィンチの自画像の左右の目をもう一度注意深くご覧ください。これがですね、まあ、ダ・ヴィンチがハイブリッドヒューマノイドであったという一つの証拠になります。瞬膜ですね。そして同じ瞬膜がですね、ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームの目の中にも表現されています。まあ、それについては何度も検証してきましたので、ここでは簡単に説明しておきます。瞬膜を確認してください。つまりこれがですね、少なくともレオナルド・ダ・ヴィンチなる人物はですね、つまり1500年後のキリストはですね、少なくとも人間ではなかったという証拠になります。もう一度、このワニの瞬膜をご覧ください。で、瞬膜というのは、まあ、先ほどから説明してますように、目を保護するための第三のアイリッドと言われています。これが、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームの中には、まあ、正確に瞬膜が表現されています。この瞬膜の境目に注意していただきたいんですけども、よく見ると細かい粒々が描かれています。まあ、ちょうど今瞳を覆っていますが、その境目のところですね。つまり、こうして、まあ、ブッダと、セント・ジェロームと、そしてダ・ヴィンチが繋がっていくということになります。下が、爬虫類の瞬膜です。この今、まるで囲んだこの境目を見てください。正確に表現されている、イコール上の絵も、やはり写真技術を使って作られた絵ということになります。瞬膜を確認してください。これが瞬膜です。そしてそれと同じものが、釈迦龍像の目の中に描かれていたということになります。下はダ・ヴィンチの自画像の中に描かれている瞬膜です。この瞬膜が決め手となりました。もちろん、by 林博士発見ですよ。このつぶつぶに注意してください。正確に表現されてますね。つまり、下の絵もですね、繰り返しになりますけども、人間が手で描いたものではないということになります。これもその証拠の一つということになります。皆さん自身で確認してください。そして皆さん、これが事実なんですよ。
林博士の思い込みや空想や妄想ではありませんよ。これは事実なんですよ。そこにある事実なんですよ。ということで、もう一度瞬幕を確認してください。瞬間に動いて目を保護しています。繰り返しになりますが、瞬間に動くから瞬幕と言います。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチの目の中には、その瞬幕が表現されていたということになります。が、レオナルド・ダ・ヴィンチだけだったら、まあ、ひょっとしたら、ひょっとして間違っているかもしれないという可能性がなかったわけではありません。しかし今回、ブッダの目の中にもその瞬幕が表現されていました。何度も繰り返しますが、ガンダーラ仏はやはり 3D コンピューターテクノロジーを使って彫刻されたものです。その新たなる膨張ということにもなります。ダ・ヴィンチの目の中に表現されている瞬幕をもう一度確認してください。ここが今日の重要なポイントということになります。で、今日の結論ということになります。皆さん、これは驚くべき事実と断言しても良いと思います。釈迦流像です。この髪の毛のパターンはミロのヴィーナスと同じです。それについてのビデオは何度も何度も発表してきましたので、ここでは省略しますが、この釈迦流像そのものがですね、いわゆる神々、つまりエイリアンによって彫刻されたものだということです。その彫刻の中に、このような瞬幕が表現されていました。目の形も、まぶたの表現の仕方も、ってますかね。まぶたも人間のそれではありません。この青い部分が瞳ということになります。そして、目頭って言いますかね。目の付け根に注意してください。まぶたが浮いていますね。で、同じまぶたをベロッキオがセント・ジェロームの絵の中に表現しています。左の絵もですね、写真から作られた絵ということになります。その証明も既にしました。左の赤い点が目尻です。右の赤い点が目頭です。そして、本来ならまぶたはこの左の赤い点に集中するはずですけども、離れています。そして目頭も、まあ人間風ではありませんね。そして上のブッダの目尻を見てください。瞬幕が表現されています。下の方の瞬幕は広く目を覆い始めている瞬幕ということになるのかもしれません。ともかくも同じ瞬幕が釈迦流像の目の中にも表現されていたということになります。こうして皆さんいいですか？ブッダと1500年後のキリストとそしてレオナルド・ダ・ヴィンチがつながったのです。瞬幕を通してつながったのですよ。私たちを指導する神は仏は一人であったというその証拠にもなります。上が釈迦流像の目です。左右の目です。そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチの左右の目です。同じ瞬幕がこのように表現されていました。皆さん、これが事実なんですよ。この事実をどのように判断するか。それはこれからの問題ということになりますが、ともかくもこのようにして仏と神が瞬幕でつながりました。繰り返します。仏と神が瞬幕を通してつながりました。世界の神々は一つ、一人、一心であったということになります。つまりこれがこの動画の結論ということになります。じっくりと皆さん自身の目で確認してください。